ひなです。ゆこです。めかです。アリアです。みやらです。ピンク、ラテ、ティー、リー、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は新メンバー予想です。今日はね、まだ新メンバー入ることは分かってるんですけど、誰かわからないので、こんな新メンバーが入ってくるのかなと予想しながら、5人でね、絵とか特徴とかを描いていけたらなと思います。それではどうぞ。じゃあ描いていきましょう。描いていきましょう。1人ですか、あれ1人ですか、3人ですか、4人ですか。3人です。自分ぐらいかな。なしで、そう、ファミリーチャンネルみたいな感じです。じゃああれしよう、特徴とかも描いていこう。特徴とかも描き、マジ絵ってむずいね。てかさ、マッキーってさ、アミン豆腐の匂いと似てない？あ、間違えました。アミン豆腐の匂いと似てない？似てねって言ったら、あ、やばい、口の形やばくなった。あ、でも、なんとか不正した。これ大丈夫。じゃあ、書き終わったから挙手制で。あ、顔が書き終わった人ですか？全部。あ、でも特徴とかも口頭で言えるなら、あ、OK、できました。じゃあ、ひなかの、あ、先にひなとくん感じですか？ひなかは、こんな感じです。どういうことかっていうと、これは今日のゆなちゃんを見て描きました。どういうことかっていうと、まずひなかに似てる人が入ってきたでしょ。で、アリアに似てる人が入ってきたでしょ。だから次はゆなちゃんに似てる人が入ってくるのかなっていう予想で、そう、前髪が長くてゆなに似てる。カラコン青っぽいっていうのは、カラコンしてる人がまず少ないのと、カラコンしてたとしてもナチュラルでしょ。だからちょっとここはあのユナに全部似てるんじゃなくて、ちょっと個性を入れて、色素薄い系のことか。そうそう、あんまいないし、明るい、明るいっていうのはユナと性格が似てるっていうことです。いっぱい喋るっていうんです。あとおしゃれ、みんなに頭あるかもしれないけど、そのぐらいです。かけた人いる？はい。じゃあ、ありがとう。ありがとう。絵は絶望的なんですけど、はい、あ、前、いい。ですね、まず塩顔、重め前髪と黒髪で大人っぽくておとなしい子で、ウィンクが上手かなって思います。なんかあの、うん、ウィンクが上手だと思う。これはもう決定的なんですよ、うん、決定事項で落ち着いてる感じ、うん、わかる、この顔。じゃあ私いきます。はい。あ、かわいいね、絵がすごい。まずこの子がまつげが長くて目がパッチリしてて、髪の毛はロングかなっていう感じで、口角がすごい高い子で、ガーリーが好きな子だと思って、2人目が幼い感じの子で、ミディアムくらいの髪の長さで、声が高くて可愛くて、目が大きくて女子力が高い2人を描きました。こんな感じです。絵がやっぱうまいわ、うん、あ、レイラちゃん、どうぞ。あんまり絵は見てほしくないんですけど、一人かなってまず予想をして、で、髪の毛はツインテールとかよくしてそうな感じで、目がクリクリで、小学生かなって思いました。とてもキュートで、明るいというよりかはちょっとおとなしめな子かなっていう感じです。ゆなと愛子が2人で入ってきたんですけど、その時に1人で入ってきたら寂しくてかわいそうじゃんみたいな意見を聞いて、このままずっと2人入ってきたらもうどん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 増えてって10人とかになっちゃうんじゃないかなと思ってたから、多分1人だけです。じゃあゆなと愛子さんはい、2人描いたんですけど、ちょっと絵が誰よりも絶望的なので、なんかもう口大丈夫みたいな感じなんですけど、特徴が髪の毛がなんか胸下ぐらいあって、も胸下ぐらいのミディアムっていうのかな、そのぐらいの髪の毛で、めっちゃおしゃれみたいな感じの知識がめっちゃあるけど、めっちゃギャグ線が良すぎてめちゃめちゃ話すし、ひめかちゃんみたいな、もうめっちゃネタバンバン入れちゃうみたいな、そういう感じの子をイメージして、2人目がこちらもあんまりここちゃんとしてないんですけど、ちょっとメガネキャラいいんじゃないかなみたいな。特徴が頭が良くて素敵な感じの雰囲気をもうバンバンに感じる子で、でも大人っぽいけどめっちゃ動画では喋るし、なんかちょっと不思議な感じのキャラ。コミュ力がすごい子がいいです。もうすっごい、もうコミュ力高すぎて、もう1日目で仲良くなっちゃってるみたいな感じの子がいいです。以上です。でね、アリアも一応メガネキャラ描いてない。見せて。メガネキャラ。よってよって。やばーい、ジャムおじさん。今言おうとした、マジで。
ちょっとなんか最初メガネだけ描いてたら全部こうなっちゃった、ね、ちょっと待って、もう一回見せて、あのメガネとほっぺがさ一緒なんだよ目4つある子みたいな、メガネとほっぺ同じ、目4つだと思ってた、いやーかわいい、かわいい、やっぱくるくるパーマかけてる子もう入ってきた、うん、いいかな、あー、はい、クセつけのある子でもできるようなヘアスタイルとか、そうそうそう、あできたら、でもいいと思うけどね、あんまいないもん、ね、うんうん、見た目と中身のギャップがある子がいいな、うん、あ、ヘアがギャップに弱い、イケメンっぽい感じなのにもう中身がすっごい可愛い子とか好き、声とか、ね、あそういうのいいよね、うん、かわ、あ、かわいいってなる、アイドルっぽいキャラも、あ、いいね、あ、アイドルがいい、みんなのアイドルみたいな、うんうんうん、いいじゃん、声めちゃ高くなった、皆さんの予想も聞きたいですね、うん、はい、どうぞ教えてくださいなんかどんな子入ってきてほしいとかそういうのもいいよね、1人か2人だよね、うん、うん、3人って想像つかない、ね、確かに、はい、多分アリアちゃんと書いてジャムおじさんみたいなキャラが入ってきてもめっちゃ面白いと思う、そうそうね、いい、めっちゃ面白いと思う、まとめてくれそう、なんかアリアさんさっきさまとめられないって言ってたじゃん、ちょっとね不安が、不安なんで、うん、だけどこの人もうおばあさんだから何でもやってくれるおばあさんだから大人だからこっちじいちゃんかと思った、語彙力とか高めの人がいい、私語彙力低いから、あー、語彙力ないから、いいね、語彙力ある人お願いします、お願いします、お願いします、語彙力ある人でお願いします、お願いします、はい、マシどうかいいと思ったわ、高評価、チャンネル登録、通知音よろしくお願いします、バイバーイ。